どうもザ・ニュースペーパーの久保田秀です。どうも浜田太一です。考えてみたらですね、はい、浜田さんだから岸田さんで、岸田です。初総理、初総理です。秀はもういくつもやってるから。それがですね、ちょっと調べてみたらですね、はい、在職日数、はい、もう日本一です。あ、4294はい、日。いやいや、そんなにやってんの。そう、安倍さんが3188で、はい、麻生太郎が358日、はい、おお、1年持ってなかったんだよな。あら、そうなんだね。で、鳩山由紀夫です。やったね。ちょっとどういう風にやってたか忘れましたけど鳩山が266日、はい、短かったですね。そんな短かったんだ、うん、それで野田佳彦さんが482日という、はい、ああ、1年ちょっとなんだね。だから通算ですね、はい、4294日で11年と9ヶ月ぐらい。あーららら、らそうですか。ザ・ニュースペッパー35周年の間にそんなに。あ、やってるんですね。総理はもうだから一生分やらせてもらいました。はい、楽しそう。ありがとうございます。来てるな。いや、だって来てたって石破さんが総理。